はい、じゃあ、ですね、グループワークなので、ちょっとグループに分かれてもらおうと思います。昨日と同じように、しようと思ってます。配布しているグループ固定なので、皆さんに配布している課題解決演習入門というのの、グループ、昨日分かれてもらったように、1番から10番のグループに分かれてください。はい、じゃあ皆さんグループ分かりましたね。今日の授業をスタートしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、昨日お話をした通りプレゼンテーションです。皆さんの方に、昨日途中まで多分やってもらっていると思います。プレゼンテーションシート、ワークシートの1から3、を使ってプレゼンしてくださいねっていうのが、今日の皆さんにやってもらうことになります。それを、他のチームから総合評価をしてもらうことになります。これ皆さんのプレゼンテーションを聞いて、このチームはこのチームのここが良かったということをフィードバックをもらうということを体感してもらいます。そういう時間です。皆さんですね、まあ、グループワークやったんですけども、最初に個人ワーク、まあ、このサイクルをずっとこれから回していくということになるんですけども、ご自身で自分でまずは自分がこういうことをやりたい、こういう企画をやりたいっていう自身のアイデアを出して、それをチーム全体で共有して、こんな方法とかいいんじゃないかとか、ああいうやり方ができるんじゃないか、まあ、これ発散と言います。発散をして、最後この企画をやっていこう、こういうことをやっていこう、これ収束と言います。収束をして、まあ、場合によっては発散と収束というので繰り返しながら企画というのを練っていくわけなんですけども、でそれをやりながら、そこで出てきた、まあ、他のグループメンバーがこれって面白くないよとか、これよりもっとこうした方がいいんじゃないのとかっていう中で、そういう意見をもらったことを使って自分に気づきがあって、その気づきを使ってまた新しいアイデアを出していく、個人とグループを行ったり来たりということと、この発散と収束を行ったり来たりしながら企画っていうのは練っていくことになります。でこれはですね、どんな社会に行っても、どんな会社に入っても、それが NPO であろうと、国際機関であろうと、個人のプロジェクトであろうと変わらないです。やる筋肉は全く同じことであります。政府で、なんか新しい政策を作ります。国際機関で日本が新しい企画を作ります。企業の中で100億規模のプロジェクトをやります。みんな同じプロセスを使います。ただ使うときに、こんなツールを使うとより発散がしやすいよ、こんなツールを使うとより収束しやすいよっていうツールはあります。考え方ですね。この大学院では、大学ではそれを、まあ、思考のツール系の科目で教えることになります。まあ、デザイン思考とかシステム思考だったり、ロジカルシンキングであったり、あるいはプロジェクトマネジメント、ファシリテーションみたいな授業で、具体的なそのツールは教えていくことになるんですけれども、基本的な筋肉は同じです。でこれがですね、使えるか使えないかで、多分皆さんの、この後社会に出てからの行動パターンとか活動は全く違ったものになります。これ経験するしかないやつなんですね。このサイクル。で、グループをうまく使っていかないといけないんですね。社会に出てきたら。で、この体感を何回も何回も繰り返すことによって、多分皆さんの基礎的な筋肉、OS ができてくるということになりますので、これをこの3日間では何回も何回も繰り返します。で、今日はこの繰り返して一つの形になったものを全員でまた話をする。話をしたことに対してまたフィードバックをもらう。そこでまた気づきがある。この気づきを次にまたつなげていく。まあ、そういう時間にしていきたいというふうに思っています。でグラウンドルール、昨日のお話しした通りです。他人の意見を否定しないよということと、自分自身の意見を否定しないということです。多くの場合ですね、やっぱ自分こんなこと言っちゃったっておかしいんじゃないかなとか、間違ってんじゃないかなということを思っちゃう人がいっぱいいるんですね。でもそんなことはないです。大切な意見なんです。で、その多様な意見があることが、基本的に新しいことをやっていくための、本当に重要な一つ一つのエッセンスになっていきますので、絶対それを否定しないでください。で、こういう言葉に出す。これは、この、
事業の基本的なグランドルールです。守っていただきたいことになります。はい、じゃあいきましょう。じゃあ15分差し上げます。ひょっとするとプレゼンシート全部埋まらないかもしれないです。まあ、埋まらなかったら埋まらなかったら大丈夫です。どういうことをやるかだけチームで決めて発表してください。じゃあ1個ずつあったらもう貼ってくる。なんか何だろう、具体では別に出さんでもいいやね。解決方法ってどういう感じ。まずこうすればいい。はい、あすいませんこっちから出向くそれが一番手っ取り前の売り込みに行くみたいな。うちらがつなげますんでみたいなあー、ありあ、ありあ、何を作るか。日本にあってなんか海外でも売れそうだけど売れてないやつを探す。あ、海外にはない、そうそうなくて日本で売れてないやつ。でもなんかあ、ちゃんと下準備してから探す。まあそういうことよ。どう発表するかよね、これを。あと何かね、まだある一気に広まる。広まって受験者が増える。うん、お金が入るね。企業の商品売れる。ああ、商品売れる。1期生として達成するべきことは何ですかだったから、なんか自分たちはこの学校の強みを使ってますよっていうのをアピールしたい。英語と、英語なんだっけ、あ、ここに書けばいい、地域みたいな。あ、じゃあ地域の企業も入れといて、強みみたいなの地域と連携みたいな。そうそうそう、繋がりがある。やりたい。最初じゃ最後絶対これが好きだよな。ごめんごめん、そりゃそうなんよね。でも、あ、どうしよう。じゃあ問題点4つにしよう。それで22でペッペって問題点解決策、問題点解決策を2回ずつ出た時はよくわかりません。アマゾン使います。そうだね、そういうことで、まあ、ここでいいか。1、2、どっちがいい。こう、そう、え、どれでもいい、どれでもいい。あ、じゃあ SNS こう言うわ。こう、で、こういうことね。で、自分がどうつながるかと手続きがどうつながればいい。何を作るか、プレゼンする商品中があるかで、まあその商品を探すと。で、どう発信するか、人の注目を集めるには、まあ、SNS を発表して発信していくと。自分たちで。あ、そうそう、自分たちで。あ、ごめんなさい、言ってた。あー、ごめんなさい、自分で。はい、ごめん。続き、こういう感じしようね。手続き、手続きも自分らがやるとか。あ、そう、あ、もうこっちでやるから。売れたよって。
あのさ、エコの発信ってさ、商品をさ、発信すると自分たちが売り込みしてるじゃない。あ、なんかこういうやつをやってますよ。やってますよっていう情報とも発信する。あ、そうじゃない。はい、終了です。一回皆さんお席に移してください。一旦皆さん、手を止めて、席に移ってください。